アッシャーは常に悪魔の脅威にさらされている。その境界線で戦うのがエクソシストだ。学園祭めちゃめちゃ楽しみだ。兄さんは単純でいいね。何か隠しているぞ。色恋にうつつ抜かしとる暇ないんや。短い青春を満喫することが悪か。初めて気があったな。これからみんなと同級生だよ。よろしくね。少しは人の裏側を見るってこと覚えたら。今アッシャーに魔の手が忍び寄ろうとしている。本会議の内容の公害を一切禁ず。一体あれは何だったんだ。私は誰も信用してない。神木出雲を探せ。どうしてそれをあんたが。答えろ答えろ。本当の僕を知らない奴に。いいね。面白くなってきた。なんだあいつは。あなた方聖獣騎士団に宣戦布告しに来たのです。中途半端なヒューマリズムなんていらないんだよ。イルミナティの真の目的は何なんだ。僕らも強くならなあかんね。私の一番大切なもの。俺たちで絶対取り戻してやる。青のエクソシスト島根イルミナティ編。